こんにちは。カフェと囲碁日だまりのまゆです。今日は久々にトーキングアバウト碁の撮影をしています。トーキングアバウト碁は囲碁プレイヤーの皆さんに魅力、囲碁の魅力を語ってもらうトーキングショーです。本日のゲストは芝野龍之介先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに自己紹介をお願いします。はいはい、囲碁のプロ棋士をしている芝野龍之介です。東京理科大学に通いながら、他にも執筆をしたり、自分でイベント、囲碁イベント開いたりして囲碁の普及活動に力を入れています。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけれども、囲碁を始めたきっかけは何だったんですか？始めたきっかけは父が囲碁に興味を持って一緒に始めました。お父様とお母様はプロとかではないんですよね。はい、一緒に始めたので入門時期が同じです。ちなみに今お父様はどれぐらいの記録なんですか？8級とか言ってるんですけど、はい、分かんないです今は全然打たない。そうですね、なんか見るだけなので、対局したら実は強いかもしれないし、まあなんか見る力だけ強くなって読みとかは入れれないかもしれないし、みたいな。わかんないですね、打たないと。ありがとうございます。何歳の頃始められたんですか？始めたのは6歳です。6歳、うん、それからもうお父様と始めて強くなっていったわけじゃないですか、はい、そこはどういう経緯でこう強くなっていったんですかね？最初は家で父にルールを教えてもらいながら、まあ、弟とか姉とかと囲碁を楽しんでたんです、うん。で、途中から近所の教室に通いながら買ってもらった囲碁の本をひたすらすることないから全部覚えてました。覚える、はい、買ってもらった本は何の本ですか？詰碁とかですか？で、詰碁の本が1冊と定石の本が1冊あったのを覚えてます。へえ、その定石はもう今でも頭の中に入ってますか？まあ、古目の定石難しかったのであんまり覚えれなかったんですけど学校の読書の時間にずっとその本しか読んでなかったです、はい。へえ、すごい。プロになろうと思ったきっかけありましたか？明確なきっかけでは、タイミングが明確じゃないんですけど、小学5年生のどこかで、まあ、プロになりたいと思ったんですよ。囲碁が、で、理由は囲碁が好きだからなんですけど、ずっと囲碁をしていたいって思ったっていう、まあ、もっと囲碁強くなりたいって思ったのがかけですかね。本道場は何歳ぐらいの時か、はい、そのプロになりたいと思った時からなので小学5年生からです。ああ、そうなんですね、はい。その時って一日何時間ぐらい囲碁にこう時間を使ってたんですか？許す限りなので。許す限り、すごい。10時間は超えてるはずです。平日で。すごい。平日で、はい、土日はもっと長いんですか？そうですね。はあ、学校に行かない時間もってことですよね。はあ、い、すごい。そんな先生は大学に進学されたじゃないですか、はいはい、なんで進学したんですか？プロを目指すっていうのは、まあ、人生の選択肢としてはだいぶ賭けに近いじゃないですか、うん、一般とはだいぶ外れてしまうので、うん、なので、まあ、プロを目指すっていう言いつつも一般から外れないように勉強は続けてあげたんですよ。うん、高校にも進むし大学にも進むしって。囲碁と両立をしていたってことですね、はい、ですね。あ、父がめちゃくちゃ調べてくれてて、うんうん、もうプロ目指すって言った時からどういう世界なのかっていう、うんうん、プロ試験には中学受験の時期じゃない、高校受験の時期、中学3年生あたり、中学3年生、高校1年生あたりの時期が、うん、まあ、とても重要になると、うん、まあ、理由は高校2年生で院生卒業の年齢になってしまうので、うんうん、なので高校受験で囲碁の勉強を妨げられたらプロ試験がきつくなるって思ってたみたいで、それで中高一貫校受験したりとかもしてました。ああ、そうなんだ。すごい。じゃあもうプロを目指すためのレールをお父さんが手伝ってくれたんですね。はい、いや、いいよ。まあそう、大学に行くことは決定、最初からなんか決定してた感じで。あ、そうなんですね。まあ父には何でも相談していいし、言われたことは大体すると思うって言われたんですけど、うんうんうん、ただ学校辞めたいだけは悩むって言われました。ああ、そりゃそうですよね、うん、はい。でも私は学校辞めたいと思ったことはないので、うんうん、まあ、悩ませたこともあんまりなかったかなと。素晴らしいですね。いい息子ですねその
大学とかで囲碁以外の方と関わることは普通にある、はいはい、なくもないかなっていうぐらいですね。基本的にはその囲碁関係ない友達はあんまり作る気はないかなって感じで。作る気はない、はい、すごいですね。いいですね、一貫しててで、まあ、知り合った人には自分、うんうん、なんか囲碁のアピールを必ずつって言っていいほどしてます、うん、そりゃそうですよ、素晴らしい肩書きをお持ちなんですからそりゃした方がいいですよね。実は囲碁のプロ棋士なんですって言ったら大体興味持ってくる。いや、そうですよね、えってなりますよねでも学生だよねみたいな、どういう仕組みなのって私も未だに思いますどういう仕組みなんだろうみたいな、はい、囲碁以外の趣味はありますか？ボードゲーム全般やりますかね、うんうん、将棋とオセロと、まあ、五目並べとバックヤモンドみたいな、うんうん、そういうのって読みの力は一緒なんですか、またこう脳の回路的にちょっと別だったりするんですかね。なんか読みの力が一緒かどうかって結構難しくて、うんうん、多分なんですけど、うん、その読みって知識を前提出されるんですよ。だから知識がない分野になった瞬間に何も見えないっていう状態になるので、うん、やっぱ勉強は必要ってこと。そうですよね、知識をつけ、だからどのにどの分野でも知識があるんだったら多分同じなのかもしれないなって思ったりはします。今は違うように、なんかとりあえず知識がばらつきがありすぎるので、うんうんうん、同じとは思えないって感じです。ちなみに囲碁の魅力は何だと思いますか？これ、はい、もう全ての方に聞いてるんですけど、はい、結構皆さん困るんですよ、はい、これをなんか答えるのって結構難しいって言われる、はいはい、まあそれは要素が一つ だけではないからなんでしょうけど、はい、何だと思いますか？私は単純になんか奥が深いことだと思ってます。なんかどんなに頑張って勉強してもそのまだまだ知らない部分が出てくる。あと自分で考えて今まで自分が分からなかったちょっと前までの自分を超えるっていうことができるっていうのが魅力の人、魅力、まあ、一番魅力に感じてます。うん、確かに、まあ、成長したのは感じることができますよね、はい、でもすごいですね、プロの先生なのに、はい、終わることがないっていう、っていうことは、はい、このアマチュアの私たちはまだまだもうね果てしなくあるっていうことなんでしょうね、はい、確かにそれは楽しみだな。最近、はい、あの OGS っていう対局サイトでタメ打ちされてるじゃないですか、はい、あれなんか全部分かってるんですか、対局の内容。そうですね、なんか500面ぐらいまでは大体分かってます。そうなんですか嘘、何それ。最近700面になってるんですけど、うん、記憶にない盤面が出てきたり始めました。700面ででしょ、はい、500までは平気です。私 OGS を使い始めたのって3年、はい、2年半ぐらい前なんですけど、はい、今トータルで860曲ぐらいなんですよ、はい、売ってるのがそれをこの短期間でやってるっていうのすごいですね。え、全部コレスポンデンスですか？通信対局、通信、はい、そうです、対局でしたね。ライブも何曲か売ったんですけど、うん、基本は通信対局ばっかりです。負けることあります？そうですね、200面ぐらいまではあんまり負けないかなっていう、なんか 98% ぐらいの勝率だったんですけど、98%200 曲って最近はだいぶって言っても 98% から見てもだいぶなので、多分 95% ぐらいの勝率ですか。え、ちなみにみんな強いんですか、その対局を持ち込んでくる方って。自分のランクが上がって、上がったのもあって強い人とか、 あとは単純にハンデがきつくなったりとかしてます。ハンデ戦もやってるんですか？はい。囲碁を強くなるためにしたことがあれば教えてください。努力をしました。これは苦手だなっていうのありました？まあ、苦手だったのは布石ですね。なんかプロに近いぐらいの実力がある時でもアマチュアの初段ぐらいの布石の問題が解けなかったりします。もうそれは克服するために何かやりました？まあ、毎日の勉強時間のうちの半分、5時間ぐらいを布石の、すごい、岐阜の、まあ、布石を覚えることに使いました。へえ、ちなみにそのさらっと5時間とかって言いますけど、はい、私多分5時間も囲碁の勉強ができないんですよ、はいはい、それってもう集中して5時間やってるんですか？それなんかこう漢字的に言うと夢中になっちゃって気がついたら、はい、あ
5時間経ってたみたいな感じなのか、はい、もうなんかこう嫌だけど勉強して、例えばプロになるために勉強して、はい、休憩してまたやってっていう、こういう感じなんですか。感覚的にはまあ気がついたら5時間経ってるみたいな。すごい、本当に好きなんですね、はい、いや、まあ、すごい。他の勉強もしたいから時間を見ながらやってるんですけど、まあ、他のこともしたいっていう感じですね。早く終わらせたいって思うの。うん、なるほど。結局は早く終わっても今の勉強するので。ああ、なるほど、ありがとうございます。虎丸先生との関係性を教えてほしいんですけど、はい、こうお兄ちゃんなわけじゃないですか、はい、嫉妬しないですか、虎丸先生に対して。嫉妬は全くと言っていいほどしないですよね。ない、はい、へえ、すごい。なんか虎丸の実力とかって努力の象徴だと思ってるので。あ、そうなんですね、はい、全く努力してないように見えるのに抜かされたとかだったら嫉妬するかもしれないですけど、その努力してるところを見てきてるのでっていうか、多分私とそもそもずっと私と同じだけ努力してきてたんですよ。あ、なるほど。なので、もうそれは才能の差じゃなくて、まあ、努力、どう見ても努力量、努力の象徴、今の実力は努力の象徴なので、って思ってます。あれ、2人でご飯に行ったりとかするんですか？あんまりしないですかね。兄弟喧嘩をしたことありますか？したことはありますね。子供の頃。はい。はい。あるけど、そんなに覚えてないです。ああ、そうなんだ。じゃあもう、基本的に仲良しなんですね。そうですね。あ、いいですね。囲碁業界についてお伺いしたいんですけど、はい、今の囲碁業界について、どういうふうに思っていますか？はい、龍之介先生は、そのプロ棋士という立場で、どういうふうに囲碁をどんな人に伝えていきたいかっていうのがあれば、教えていただきたいです。今の囲碁業界は囲碁を仕事にしている人が生きていきにくい、なんか、まあ、食べていけないような世界になってしまっているかなってちょっと感じているんですよね。それを解決するために、まあ、どうすればいいのかっていうのを考えていて、短い目で見てもそれって解決できないじゃないですか。そうですね、即効性のあるものなんてないですからね、はい。私が今一番大事かなって思っていることは、囲碁の楽しみ方を増やすっていうことです。ルールを知らないままでも楽しめると思いますし、まあ、ルールを知ったら知ったで、単純な例で言うと9路盤とか13路盤とか5番の広さ変えても遊びますし、強くならなくても楽し、まあ、十分楽しいじゃないですか。うん、確かに。その気力なりの楽しさってありますよね。楽しみ方を増やすことが大事なのかなと今は思っています。囲碁、まあ、お店をやってると出会う人がすごい多いじゃないですか、はいはいはい、で出会ってきた人で、その囲碁をうちの店で覚えた人とかもたくさんいるんですけど、はいはい、あの囲碁をやらない方が良かったっていう人に出会ってないんですよ、はいはい、今まで。そういうものじゃないですか。なんか囲碁を、例えば負けるわけじゃないですよ、はい、大人になって負ける経験ってあんまりないじゃないですか。そうですね。そう、なんかこう勝敗がつくことはあんまりやらないから、はい、なんかこう負ける悔しさみたいなのを囲碁を始めて、はいはい、あ、こう大人になってこういう気持ちになることってあんまりないなと思ってたんですけど、はい、ただなんかその気持ちが嫌だからってやめることとかないわけですよ。そうで、みんななんか例えば口出しをお客、はい、他のお客さんにされて、はい、なんて嫌なやつなんだと思ったとしても、はい、でも囲碁はやめないわけじゃないですか。そうですね。だから囲碁ってやっぱやめられない魅力が私はあると思ってるんですよ。だからそういういいものなのになんで広まっていかないのかなっていうのは常日頃思いますね、はいはい、難しいからなのか。例えばそのルールを知らなくても楽しめる方法って何だと思いますか？囲碁アートとかですか？まあ、そうですね、囲碁アートとか、今の藤井聡太ファンの中に、まあ、ルール知らない人とかも結構いるっぽいんですよ。あ、そうなんですか。へえ。だからその棋士の追っかけとかでもルール知らないまんま、まあ、今のは将棋の例ですけど、囲碁だったら囲碁棋士の追っかけで、まあ、楽しみはするんじゃないかなとかいうのもありますし、私自身も囲碁のルール知らない人向けの、まあ、ボードゲーム、5番とか1使ったボードゲーム開発したりして、その大会開催して囲碁知らない人は、あの時何人来たんだろう、
まあ、全体の人数は覚えてないですけど、うんうん、まあ、今知らない人も多分3人ぐらい来てたので、うん、そういう活動はしています。この番組は、はい、囲碁を打たない人も見れるっていうのがテーマなんですけど、はいはいはい、囲碁を打たない人が始めたいってなった時に、はい、どういうふうに始めたらいいですか？囲碁を始めたいっていうことは囲碁を楽しみたいってことじゃないですか？そうですね。で、まあそれぞれに合った楽しみ方、自分が今まで何だったら楽しいと感じていたのかっていうのを、うん、まあ、まず考えた方がいいと思っていて、うん、一人で遊ぶよりは多分複数人で遊んだ方が長続きするんですよ、うん、あ、そうなんですか、はい、へえ。なのでできれば、まあ、余裕があったら他のなんか友達でもいいし家族でもいいし、まあ、年も近くなくてもいいし、うん、誰かしらと囲碁を始められたらいいんじゃないかなって思って。まあ、一人でやる場合だったら、まあ、なんだろう、いつでも気軽に打てるソフト、ポットとかいるので、うんうん、そういうのを、まあ、調べたら本当にたくさん出てくるので、うんうん、いいのを見つけられたらいいなって思います。ありがとうございます。最後にこちらの番組をご覧の皆様にメッセージをお願いします。ご視聴していただきありがとうございました。私の名前ぐらい覚えてくださったらいいなと思います。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。